危ない深くなってますよそこ。ガイドに無視されて人知れず流れちゃう、はい、そういう時にね、流れるポーズっていうのがあります、はいね、特にああいう白い波の立ってるとこ、背って言います、川用語で、はいね、ああいうとこってね、落ちるとね、案外浅いんです、で痛いんです、いいですか、でね、立てそうな気がします、だけど、ああいうところで流れのある中ではね、立っちゃいけません、泳いじゃいけません、いいですか、膝を下にして泳いでると、膝をね、岩に当てて、膝を割ったりする。危ない立つとなんでいけないかって言うとね、下の岩なんかに何か見えないですよね。そこで足がポンと入っちゃって、ね、後ろから流れて押されると足だけ止まってるのに体が前に行っちゃう。ね、考えちゃうときに怖いでしょ。上に水が流れて、ね、息ができなくなっちゃう。ね、人間の力で外せなくなっちゃうわけだよね。ですから、流れる姿勢っていうのがあります。ね、ホワイトウォーターフローティングポジションって言うんですけどね。で、いいですか、僕らはそれをね、ラッコのポーズって言うんです。ラッコ知ってます？知らない人いないよね。はい。ね、ラッコのようにね、上を流れてます。バイバイ。どこまで行くの？ディズニーランドまで。